そして、そしてなんと、じゃじゃん新しいスポンサーさん、ついていただきました。ロゴサンドパトスさんです。概要欄にも載っていますけど、はい,いや、ありがたいですね。こういった企業の方、最近はね、あのスポンサーさんも、えー、増えてきていて、そこも嬉しいんですけど、はいあの、2019年に設立されたブティックコンサルティングファームです。報酬は大手コンサルと遜色なく、未経験の方も歓迎してますと。なんで、コンサルやってますって、すごいかっこいいですけど、ぜひともね。 この、レオザフットボール TV からね、下の概要欄からクリックしてロス、ロゴさんとパトスさんの採用ページの方に行ってみてください。いや、本当ありがとうございます。ロゴス、これがね、ロジック、ロンリーの方ですよね、ロゴス。ね。で、パトスは情熱ですから。ロンリー性と情熱みたいなこと、もう手話語ですよね、これ。うん。これでやってますんで。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、嬉しいです。ありがとうございます。 なんでこういった方々の応援があって、選手たちにね、いい環境を用意できて、プロ契約なんかもできるんで、なんでぜひともね、シュアムに入りたいよという選手、今のうちですんで、ぜひとも。今期か新しいスポンサー、ツイさんとロゴさんとパトさんついていただいてね。いや、ほんとありがたいです。昨日からね、株式会社メディケア競争キバーさんもついていただいて、やていただいて。ひかるくんスパジャーありがとう。レオザさんの切り抜きって、たとえ X 野菜も購入必要です。X は基本認めてないですね。 あいつら全員開示請求してやろうと思ってますけどね。今のうち泳がしといても。やってやるぞつって、ねうん。でもなんかありがたいこと、あれっすよね。最近、なんかもういろんなお仕事いただいたりとかみんなのおかげで、なんかこう頭ごなしに僕ディスるのがもうちょっと時代遅れ感出てきてるの嬉しいっすよね。あれ昔この人俺のこと悪く言ったけど、なんかあの賛成派みたいな感じでやってんなみたいなとか見つけたりとかすると。 登っっててきたなって感じはしますけど、ね、私レオ・ザ・フットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですしシュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です概要欄のの URL からのご応募おお待ちしております